シルクアメリーのキリュウです。こんにちは。今日は5本指靴下の柔らかフィット系、はい、これめちゃめちゃ履きやすいんですよね、はい、スポンと履きます。もううちのスタッフも大好きって感じで、はい、例えば絹コットンの柔らかフィット5本指靴下、うん、あのこんなにちっちゃいの、うん、このひらサイズです。これ一体これなんなんて赤ちゃん用かって感じなんですが、はいはい、実はこんなに伸びて、はい、優しくフィットしてくれるんで す、うんですね、これ何センチから何センチまでの方は履けますかね。これねえ結構大きい人まで 4.5 とか25の人まで、はい、そうですね。私でフィットいけるもんね。私も履けるから、はい、22から26って書いてあ、さすがもうゆうちゃんね、ゆうちゃん私らのちょっとずれてるとことか、うん、抜けてるとこ常にね補ってくれるわで絹コットンがまあ一番履きやすいっていうかね、はい、普通 で、ね、で真夏になってきたらぜひ履いていただきたいのが絹リネン、はい、でこちらはねあのあれになるんだよね、はい、ヘンプだからちょっと名前が絹リネンから絹リネン、うん、そうそう、これもこんなにちっちゃいの、はい、冗談みたいでしょ冗談履いたら ね、こんな感じ、はい、もう優しくフィット、はい、汗吸ってすぐ乾かしてくれるからめちゃくちゃいいですよね。そうそうそう、こんなに伸びるんですよめっちゃ伸びるだから大きく作ってちっちゃくしてくれてて、はい、足ちっちゃい人とかも大丈夫でね。でこちらが絹ウール、はい、ウールでこれもウールあったかいんだよね。これ冬じゃないですかウール的にはそうそう、でも意外と出てたんで、まあね、お客さんに買われてたんで、そうだよね、寒くそうやのにねと思ったんですけど、あったかいんですね。あったかいんですよ、よく出てるでしょ。よく出てます割と、はい、でこれがなかなか人気でね、お客さんがこれって言ったらあのスニーカータイプでしょ、うん、でもうちょっと長いクルー丈欲しいっていうことでこれを作ったら人気で、今度ねこれなんですか、そうそうそう、そうです、ね、絹リネン柔らかフィットゴミビショートクルー、はいはい、これがねすごい履きやすくて、今度ねルビーとターコイズが加わるんです。今はね、そう今はあのミドルグレー木ときなり、これきなりなんだよ ね、 なんですね、そう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 、リネンのきなりで、ちょっとね今回値段が、はい、あのこれ兵庫県で作ってるんですよ。他の大体奈良なんですけどね、機械の関係で、はい、関人件費高いんだよね兵庫県が、ね、だからその分上げてきはった分だけを申し訳ないけど、はい、100円とかで、ウールの場合はもうウールがすごい上がってるので200円弱上がってる、そう上がっちゃって、だから今まであの720円だったのが825円とかで、こちらが750円だったのが880円とかで、これがね27日の、1時何分までが今の値段のままなので、今すごい出てます。いやもうほんまに今のうちに、今のうちにぜひね、私これもね100円上がっちゃうんですよ、もう時給分上がる感じやね。そして今回ねちょっと試していただくために、うん、絹コットン柔らかフィット、これがね、あ、これですかね、あ、そうそう、これと一緒やねんけど、ちょっとね、もう分からへんぐらい、はい、線が入ってんの入ってへんのって、だから少しだけ引いてくださったので、うちであのドンと引いてもう試し品としてアウトレット販売しようと思うんですよ、はい、数量限定で、でぜひねきなり気持ちいいので、はい、試していただきたくて、ね、もう620円 で、 あ、です、そうそう、すごい、このきなり気持ちよ、やっぱり絹 で、うん、外がコットンで、でもほんまに全然わかんないですね、わかんないからもう正規品ですっても言えるんですし、そうだからちょっとだけでも引きますって言ってくださったの で、ね、この機会にぜひお試しいただきたいのでね、もうあの利益なしで販売しようかなと思って、はい、一旦お試しいただいて、お試しいただいて、ね、でまあ、はい、あ、こんなに履き心地いいのじゃって、うんうんうん、まあ絹コットンなので、うん、まあどっちかやったら絹リネンの方が伸びがいいから ですね、よりいいのでそうでもまあ一回試していただくのにね、うん、え、あんたも履いてるんだっけ。私は履いてはないんですけど、履いたことはあります。あ、気持ちよかったでしょう。そうですね、なんか、はいはい、やっぱりそのうちのなんか不思議なんですけど、はい、5本指輪になんかスポンって履けるから、あ、確かに、なんかあんまり嫌じゃな い、 いうそうだね、5本って気になる人いるしね、はい、で、さっき2人の雑談が面白かったな、はい、ここの靴下履いたら他の履かれへんようになってた、で、穴開くからなんとかあの、そうそう、履きたいんやけど、どうしてもデトックスでね
あの、はい、他のは河川とか入ってたら破れないんだけど、うちのシルクはやっぱり悪いところの毒素を吸収して、はい、でもねずっと入ってると全然破れなくなるって皆さんおっしゃるので、そうだからね、はい、あのゆっちゃんもゆっちゃんもここの入ったら他の測れへんって、はい、確かにお客さんからもそういうお声いただいてますね、たくさんいただくね、はい、たくさんいただくね、ぜひぜひ、はい、これもねすごく履き心地のいい靴下なので、はい、もう安いので一回お試しいただいて、はい、安いうちにぜひ本当に、ね、これが、はい、27日からアウトレットになります、はい、でこちらはあのそれまでお安くなってるので、あのぜひね今すごい売れてるそうです、はい、どうですか、ありがたいです、ありがたいです、ぜひまたよろしくお願いいたします。キューちゃんが言う、はい、このアウトレットのはきなり一色のみ、一色のみなんですよ、きなりのみしかね、こう線できんのなかったそうなんで、うちアウトレット作ってくれたらありがとう言ってもう安く、ね、もう一回一線入れてもらってやりませんか、やりませんかね、まあ、またぜひよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、お願いします、まあ、名前いいかな、絹コットン柔らかフィット5本指靴下、はい、絹リネンヘンプ柔らかフィット、そして絹ウール柔らかフィットで、こちら絹リネン柔らかフィット5本指ショートクルー丈、はい、長いな、長いですね、頑張りました、長いけど、うん、めっちゃ履き心地いいので、ぜひぜひまたお試しいただきたいと思います、はい、では失礼いたします、ゆうちゃんありがとう